はい、どうもこんばんは。いつきんと申します。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日の動画なんですけれども、先ほど、公式のお知らせで、バランス調整の、お知らせがね、来ておりまして、6月の9日に、来るということで、前回来てからね、もうそんな時間が経ったんだという感じなんですけれども、今回調整対象がこちらになっています。今回月影キャラ、前回は2つ、調整されたんですけど、今回は、バサールだけと、あとは星4の月影から、シルクが、来ておりますね。あとは、3属性の、調整が来るというのと、古代遺物が3つ来ています。今日はこの中で、全部はねちょっと時間がかかってしまうので、気になる英雄だけピックアップして、解説の方していこうかと思います。はい、それではまず1人目、こちらですね、光バサールということで、まあもうずっとね、実装当時から、このキャラクターの使い道がないということでね、言われていたんですけれども、こちらはついに調整されるというところで、まずスキル1はですね、もともと単体のスタン攻撃で、魂力を解放することで全体攻撃に変化して、回復量も上がるというようなものでしたが、こちら、変わりましてデフォルトで回復効果がつくようになりました。ただですね、回復効果の、回復量に関してはですね、最大生命力と、攻撃力ということで、なぜ攻撃力が入っているのかちょっとわからないんですけれども、デフォルトでね回復がようやくできるようになったというところで、スキル2、こちらがもともと回復効果がついていたパッシブで、とにかくこのスキルがほぼ機能していなくて、光バサールはスキルが2個しかないというような状態だったんですけれども、こちらがですね大幅に変更されまして、敵全体にシールド反転を発生させて 85% の確率で命中率ダウンを2ターン付与する。対象がシールド状態の場合、自身に追加ターンが発生するという効果になりました。シールド反転とは何なのかというところなんですけど、解除したシールド量に応じてダメージを与える。この効果は英雄にのみ適用され、命中効果抵抗の影響を受けないという効果になっています。ちょっと日本文だと分かりづらいんですが、シールド反転という効果が発生すると、相手についているシールドを解除して、その解除した時のシールド量に応じてダメージを与えるという効果になっております。気になるのが、このダメージ量ですね。ここは書いていないのでわからないんですが、もし解除したシールド量と同量のダメージだった場合は、とてつもないダメージを出す英雄がいますね。今猛威を振るっている、ペイラ。ペイラは、1万ぐらいのシールドは確かあったので、それはそのままダメージに変換されると、とんでもないダメージがね、与えられるということになります。で、解除してダメージを与えるので、シールドも当然なくなった上でダメージを受けてしまうので、潜伏も剥がれてしまいます。なので、シールドと潜伏が剥がれて、護衛のバフだけがついたペイラが、ポンと棒立ちになるということなので、ペイラの対策としては非常に強くなるのかなと思います。で、他にもフィナスですね。フィナスもだいたい3000とかのシールドがありますので、解除した上で3000ダメージを与えれば、フィナスの HP 的にはだいたい、そうですね、7000とか8000ぐらいになると思うので、そこから別のアタッカーが、殴ればフィナスを簡単に落とすこともできるようになるんじゃないかというところで、バサールはこれ相当評価が上がって、多分持ってないとだいぶ戦い辛いと思います。僕もちょっと未だに持っていないので、これはねちょっと、実際にね強かったら次の神秘のカスタム召喚で狙う人も多くなってくるのかなと思います。そしてバサールもう一つ、スキル3ですね。こちらはほとんど変わっておりません。味方全体の弱体効果を解除して免疫を付与、アクションゲージをアップさせるということでしたが、スキルターンが短くなったことで、
免疫が3ターンから2ターンに減っていますので、まあ、パッと見はねちょっと弱体化したように思いますが、スキル2が非常に強いですので、スキル2から3とつなげることもできるようになるので、非常にねバサール自体強くなったのかなと思います。この変更はかなり個人的には運営よくやったという感じがします。はい、続いての英雄がこちらですね、シュウということで、このキャラマジでやばいです。相当これ使う人も増えるでしょうし、とんでもない化け物にねモンスターに変わってしまいました。スキル1がですね、敵単体を攻撃しアクションゲージを 20% 上げる、クリティカル発生時集中が2倍になるというところは変わらないんですが、追加として魂力解放が20で追加ターンが発生するというのが、変わりました。まあ、これだけ見るとね、まあ、追加ターンゲットしたんだなっていう風にしか思わないんですが、続いてのスキル2、もともと単体攻撃で、防御力 50% 貫通で集中が全部溜まってると、スキル2のスキルターンが0になって、自身の再生命力を回復するというような効果だったんですが、これがですねガラッと変わりまして、まずデフォルトで回復能力が、つきます。でおまけに防御力 70% 貫通、さらに、集中がマックスだった場合は、ダメージがアップっていうところがね、増えました。これもともとスキル2に魂力解放でダメージアップがついていたので、それがなくなった分、集中が溜まった時にダメージがアップするようになりました。ということで、防御力 70% 貫通でさらに回復効果も、デフォルトで出てしまうというところとですね、シュウ専用装備で、さっき紹介したスキル1使った時に 40% の確率でスキル2が出るという専用装備があります。つまりスキル1を打った後にこのスキル2が専用装備効果で発生する可能性がある。とにかくシュウがスキル1を打ってきたら 70% 貫通の大ダメージを食らう可能性があるということで、非常にアタッカーとして優秀になったのかなと思います。でおまけにさっきスキル1で紹介した魂力解放、これを使えばスキル1が2回打てますので、専用装備でスキル2が発動する可能性も2回に増えます。つまり、魂力20消費で最大4回までシュウの攻撃が発生する可能性があるので、もうそれを食らって立っていられる英雄はおそらくいません。というわけでめちゃくちゃ火力がこう文面だけでは防御力貫通が 20% 上がっただけに見えるんですけど、単純な火力は多分相当数倍上がっていると思います。そしてスキル3、これもまたまた強い。もともとですね、まあ免疫つけれたりとかクリティカル抵抗つけれるっていうことで希少価値の高いスキルではあったんですが、このスキルがスキルターン上使用不可能な場合、つまりスキル3を打った後の状態の場合、自身以外の味方が攻撃を受けた後 20% の確率で反撃するということで、まあエルブリスを内蔵されてしまったということで、エルブリス内蔵キャラクターは大体ドイツも強いんですけども、シュウはさらに飛び抜けてかなり火力もね、出ますので、まあ、この反撃でもスキル1を打ってそっから専用装備でスキル2が出る可能性もありますので、もう非常にカウンターキャラとしては怖いキャラクターになったと思います。おまけにこのスキル3のクリティカル抵抗率っていうのも、全体に巻くことで相手には非常にストレスというか、運ゲーをね仕掛けることができるので、シュウはこれかなりティアが上がってくるのかなと思います。はい、続きましては、僕が愛してやまないアレンシアなんですが、これはね僕ちょっと運営に文句を言いたい。もうちょっと飴をくれてもいいんじゃないかというところで、まずスキル1ですね、ダメージがダウンしました。続いてスキル2見ていきましょう。はい、スキル2がですね、もともと攻撃を受けたら心眼が出るか出ないかっていうところだったんですが、これが変わりまして、ターン開始時に 100% の確率で心眼を付与すると、つまり毎ターン自分のターン開始時に心眼が絶対につくようになりました。そして、自身のターンという縛りが消えて、殲滅、スキル1を
使った後に心眼状態だったら圧殺を追加で発動する。まあ一見ね、自身のターンという縛りが消えて、お、強くなったんじゃないかと思うんですけども、ターン開始時にしか心眼がつかないので、つまり相手からの攻撃を受けた後反撃で、殲滅から圧殺をすることができなくなりました。自分のターンが終わると心眼が消えてしまうので、まあ、あくまで自分のターンでしか、圧殺までつなげられないということで全然強化になってません。そして圧殺に裂傷がつきましたね。まあこれはね、単純に強化かなとは思うんですけども、そもそも圧殺の、発動回数がそんなに反撃では発動しなくなってしまうので、あんまり、増えないということで、ちょっと裂傷付与されてもそんなに削れないんじゃないかなという気がします。そもそもね、殲滅の火力も下がってますから、ダメージもそんなに期待できなくなってしまったと。そして心眼の効果も変わりまして、効果命中が 50% アップだけになりました。これもまあ個人的にはね、効果抵抗率を持ったアレンシアが好きだったので、ちょっと個人的にはこれもイマイチかなという感じがしています。そしてスキル3ですね。こちらはデフォルトの効果に加え、自身のアクションゲージが 50% アップさせるという効果が追加しました。こうしてみるとですね、まあアレンシア反撃とか吸収とかじゃなくて、早いアレンシアでとにかく自分のターンを回転させてひたすら圧殺までつなげるような使い方をちょっと想定されているのかなと思うんですけども、まあアレンシア自体がちょっと生命力依存なので、そんなにスピードも上げれないしっていうところでちょっと噛み合ってない気がしなくもないかなという気がしていて、ちょっと一戦で活躍するにはまだまだパワー不足かなというところがありますので、ちょっと僕は残念に思っています。はい、続いての気になる英雄は、光シルクですね。光シルクはですね、基礎スピードがめちゃくちゃ速くて、それだけ見れば非常に強いキャラクターなんですけども、いまいちスキル性能がね、ちょっとパッとしなくて、あんまり使用率が高くなかったです。まあ、キャラクター的にはね、褐色エルフで、巨乳ということでね、人気が出そうな、キャラクターだったんですけども、いまいちね、使用率が低かったんですが、これがだいぶ変わりました。スキル1が、出血から標的、に変わります。これめちゃくちゃ大きいですね。標的のデバフって結構強くて、ダメージも上がるし、命中も補正もつくので、めちゃくちゃ優秀な、デバフなので、これ自体ついてるだけでかなりシルクの価値が上がると思います。そしてスピード依存だったのが単純にダメージアップということで、まあ、攻撃力依存の普通の攻撃になったと。そしてスキル2、こちらもだいぶ変わりましたね。敵単体に攻撃し強化効果を1つ解除し、自身が強化状態の場合攻撃力が最も高い味方に連携攻撃を発生ということで、めちゃくちゃ強いです。シルク自体、まあ、スキル2をね、いきなり使うと強化効果ついてないじゃないかという、発想になるんですけども、シルクアーチャーなので潜伏異物をね、つけることができるので、潜伏しつつ相手の最速を、かわし、自分が戦闘だった場合はそのままスキル2をつなげることで、味方の攻撃を、誘発させるということで、この連携先がフィナスだったりしたらフィナスが上がってきますし、結構厄介な、ことになるのかなと思います。そしてスキル3も、ちょっと変わりましたね。敵単体攻撃し沈黙と攻撃力ダウンを付与、アクションゲージを 100% をダウンさせる、さらに自身にシールドを2ターンの間付与する。こちらのシールドは自身のレベルが高いほどシールド効果がアップするということで、ペイラと同じ書き方なので、どれぐらい増えるかはもしかしたらね、キャラごとで変わってくるのかもしれないんですけど、まあ文面的に同じなので、同じ効果だとしたら1万ぐらいの、シールドがシルクにつくというところと、効力解放で効果抵抗無視がつきましたので、最速で使った場合に 100% で、相手のゲージを下げれると
ということで非常にね優秀な、クリームパーツになるんじゃないかなと思います。まあ、主にねクリームで使われると思うので、まあ、バサールのカウンター食らうことも少ないでしょうし、かなりね使いやすくなったんじゃないかなと思います。そしておまけに、シルクの陣形効果、クリティカル発生率が上がるという効果からなんとスピード、最大プラス14に、変わります。一応縦列だけっていう制約はあるんですけど、貴重なスピード陣形でおまけに基礎スピードも自分速くて、クリームパーツにもなりうるという性能なので、多分これからはもうシルクバンバン使われるんじゃないかなというふうな気がしております。これでねちょっとまたクリームも変わってくるので、何かしらの対策が必要になってくるのかなと思います。はい、そして最後、異物ですね、めちゃくちゃ気になる異物、スノークリスタルなんですけれども、こちらが効果抵抗率 20% アップからクリティカル抵抗率 20% アップに変化します。これは非常にめんどくさくなりそうですね。とにかくクリティカルが出ないパターンが出てくるっていうことで、まあ、クリティカルが出なかったらどうなるかっていうと、まあ、想定している戦いが全くその一発で、全て崩れ去ってしまうので、最高の運ゲーをさせられると、いうことで、これは個人的にはちょっと嫌だったんですけど、まあ強くはありますね。僕もスノークリスタルは絶対何かしらの、アップデートがあると思っていたので、倉庫にね溜め込んでいたので一応持ってはいるんですけど、これはつけられたらちょっとストレス半端なくなりそうなんですけども、まあね実際、バランス調整が来たらちょっと試しで、まあみんな使うと思うんでね、結果はおのずと出ると思うんですけども試していきたいと思います。はい、そしてもう一枚、プリーストの異物エーテルヌスですね。こちらはですね、元々の効果が、自分以外の弱体状態の味方のターンが開始した時に、プリーストのアクションゲージが上がるということで、まあ、その弱体状態の味方のデバフを解除できなかったので、あんまり使い道がなかったんですけども、これが大きく変わりまして、敵のターン終了時に弱体状態の味方が存在する場合、アクションゲージを 14% アップさせると。いうことで、まあ、例えばね最速のペイラだったりとかランとかが、最速で動いてきて、デバフをつけた場合、例えば今だと流行りの、ディエネとかエミリア、みたいなプリーストがですね、14% 上がってくるわけですから、今ね、RTA ではプリーストのスピードがプラス15されて、おまけにエミリアとかディエネっていうのは素で270とか持ってる人が多いので、まあ、簡単にね、上を取り返すことが、できるということで、クリームパーティーに対するカウンターにもなりますし、まあ、それ以外にもね、もうちょっとディエネとかエミリアのスピードを落として耐久力に持った状態でも、相手の上を取り返すこともできるようになるので、非常にこれは使い道が多いというか、めちゃくちゃ使いたい英雄が増えるじゃないかなと思いますし、これからのエミリアとかディエネの異物にはちょっと注意してね戦う必要が出てくるかもしれません。はい、というわけで、今回はねちょっと全部ではなくて、気になる、まあ明らかに強そうかなと思う英雄だけをちょっと紹介させていただきました。まあどれもちょっとやばいですし、まあ僕の中ではバサールもねもちろん強くなって、まあシールドのキャラクターへのカウンターキャラとしてはめちゃくちゃ強いなと思うんですけども、やっぱりシューの火力が多分火力自体も2倍3倍と膨れ上がってるような気がするので、これシューちょっとえげつなくなりそうな感じがしますし、で生命力依存で現在の RTA では、不得意な属性のダメージが 30% カットされるっていうことで、で州自体生命力依存なので生命力も多いっていうことで、フィナスにワンパンされることがほぼほぼなく、おまけに州自体は火力がめちゃくちゃ上がったので、下手したら運よくね根力とか使って運よくスキル2の追加が発動した場合、多分フィナスでもワンパンされてしまう可能性があるので、シューはちょっと強くなりすぎて、ちょっとアタッカーのバランスがまた
ちょっとね、変わってくるかなという感じがします。そして、アレンシアはもう残念でしょうがない。もうこれで強化が来る可能性がまた1年後とかになってしまうので、まあ、おそらくね、アレンシアはもうこれ以上アップデートされることはないのかなっていうことで、めちゃくちゃ残念な気持ちもありますが、ちょっと楽しみなね、場面もあるので、こちら6月の9日にバランス調整されますので、されましたらね、また実践で使って紹介をしていきたいと思います。皆さんの感想もあれば、ぜひコメント欄にお書きください。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。